これほらやばい、もうすぐしたら降るかも。気温は25度で湿度70ですね。やっぱ高い今日湿度。わかる。モーリアンヒートパックを使って、この加熱剤を使って調理していきます。ちょっと準備してきてます。袋に入れてうまくいくかな。ちょっと冷たい豚しゃぶしゃぶ。加熱剤を開いて、直接ここに食べ物を乗せると袋が溶けるらしいんで、ちょっとあえてこうします。さあ入れてみるぜ。さあ、まずできるかな。次に火通らんかったら、ね、こんな感じ。卵入れるの忘れた。卵はおまけやからあんまり温まらんけど、ここまで水入れて蓋するだけ。よし、ここに置いときます。いやいやすごすぎるやろ。めっちゃすごい、めっちゃあっちっちや。おう、どれどれ、野菜は大丈夫そうで、うどんは OK で、まだあったかいな。お、だいぶできたな。できた。野菜、うどん、豚。ないんやな、そういえば味付けてない。それ考えてなかった。できてんのかな、ほんまに。いただきます。おいしい、おいしい。おいしい。次豚やな。すごいひっついてるわ。ん、雨降ってきた。てるけど、もうちょっと少なめにやるべきやったと思う。何食べてんねんってな。うん、いただきます。あっさり。避難キャンプみたいになってる。今日はスパークリングワイン、リンゴ。乾杯。うま、これ美味しいよな。
が、おお、だいぶ暑くなってるわ。よかったよかった。美味しそう。来たらもうちょっと綺麗に切れんかったか。いただきます。うまっ。おでんの卵めっちゃ好きなんやな。焚き火だけの明かりで過ごすのめっちゃいいな。湿度 80% ぐらいある。明日は朝曇ってるみたいやから、まあ起きれたら起きるっていう感じでしたいと思います。湿度がすごい。寒。ヒートパックで今日もやりたいと思います。卵
もやってみるんですけど、まあ多分うまくいかんかな。痛いやな。これでお湯が沸くのか。この上にアルミホイル巻いたけど、それやとちょっとあんまりうまくできんかったような気がしたんで、網みたいなの乗せて、ちょっと高さのあるこの上に網みたいなの乗せた方がいいと思いました。いいで、入れて入れて、ウインナー、卵かな。卵嫌な予感しかせえへんって。さあ、できたっぽい。できたかな。まずは水、熱いかな。熱っ。お、できとるできとる。ご飯やな。熱っ。さあどうかな。湯気立ってるけど、できてるか別問題。かえ、柔らかい。柔らかい柔らかい、できてる。ウインナーもあちちやからいけそうやな。よ、卵割れてはない。なんか生まれたみたいな、この中で。割れてはない。あっつ、卵あつ、卵あついな。いただきます。いただきます。おいしい。あったまってる。できてる。うまい。まあ、熱いけどな。どうなってるやろ。うわ、超懐かしい歌。ゆで卵になってる。すごい。いやー、もっと半熟なると思っとってんけど。すごーい。ちゃんとできるもんなんや。ゆで卵みたいなんできるん。おー、見て、中もめっちゃしっかりできてる。すげえ。いただきます。すごかったもんな、昨日の湿度が。うん、おいしい。うん、ごちそうさまでした。ここほんまカタツムリ多いな。Thank you.
寝ようかな。よいしょ。えいと。9時半には出るんで、そろそろ片付けを始めます。ここに入れると。なんか、イモムシが家作ってました。久しぶりの日傘。あと30分したら電車が来るので、ちょっと急ぎ目に駅へ向かいたいと思います。梅雨の晴れ間といってもやっぱりもう暑いですね。意外と坂ばっかりでちょっとしんどい。あと10分で来るわ。
いい感じかな。